5月13日、地域リーグに向け調整期間に入ったランポーレ三重。この日も朝からチーム練習に励みます。もう一回やらせてくださいって言ってるから喋る暇があった、足早い動かない。トモヤ早く、トモヤさんセーブしてる。よっしゃー、半分来たよ、半分。イエーイ、もう半分終わった、次4っす。手も振って、手も一緒に押した、押した、オールアウト。汗の量見て、汗の量見て。おっさん、おっさんすぐ座んなって、お前 G になるって。おっさん、午前中の練習が終わり、選手たちが向かった先は名張市夏見にある関田神社です。ここ地元名張で生まれ育った石川選手、関田神社についてどれぐらい知っていますか？関田神社は秋になるとめっちゃ紅葉が綺麗なんです。大きなイチョウの木、名張市民の方なら一度は見たことあるんじゃないでしょうか。名張以外の方にも有名な観光スポットになっております。さすが石川選手。実は関田神社は今年4月に式年御造営奉祝祭が行われ、節目の年を迎えたんですよ。そんな関田神社ではどんなご利益があるのでしょうか？文長久、必勝祈願、交通安全などです。地域リーグ目前の僕たちにはもってこいのスポットになっております。それではみんなで必勝祈願をしていきましょう。今年のチームはですね、見たようにちょっと若い人らが多いんで、その若さでチーム勢いづけて地域リーグ頑張っていけたらなと思います。今年は5月27日から始まるんですけど、僕たちの初戦は28日からで、多治見で、岐阜県の多治見であります。で、対戦相手は星崎で、昨年度は1勝1敗で、そうですね、悔しい結果になったので、今年は初戦から勝って勢いに乗っていけたらなと思います。今年も頑張りたいと思います。いい水の感触がする。気持ちいい。これ高い水や。まで全然無理。行こうよ。行こうよ。無理や。真剣な表情で鳥居をくぐる選手たち、一体どんなお祈りをするのでしょうか。まずは山本コーチからどんなお祈りをしましたか？今お祈りさせてもらったんですけども、僕がこう願ったのはまずランポーレの優勝だったりとか、今後ランポーレがこううまくこう生きていけるようにっていうか、やっていけるようにっていうところを一番祈りました。でやっぱりあとは選手たちの健康を主にっていうところで、今回やっぱ怪我も多いので、そういうところで怪我でこう離脱していく選手がいないようにっていうところを今回、お祈りさせていただきました。
初戦は星崎になるんですけども、今まで地域リーグ入って勝ったのが初めて、今日昨シーズンの最後に勝ったのが初めてだったんですけども、僕としてはそこまで心配はしてなくて、こういるメンバー全員が今年のメンバー全員がやることをしっかりやってチームのためにやってくれれば、必ず、大差で勝つことはないと思うんですけども、まあ、こう接戦だったりとか負けることはないのかなと僕自身も思ってますので、まあまずは全員がチームのためにっていうところでどれだけ犠牲を払ってやってくれるかによっては、まあ、勝てる試合だと思うので、まあ、それができなければ負けるかもしれませんし、まあ、今年は前も言ったんですけどファミリーというところを大事にやっていきたいので、まあ、それができれば、地域リーグでも全勝はできると思います。今シーズンキャプテン副キャプテンとしてチームを引っ張っていくこちらの3人は今年でチームを結成して5年、選手は毎年入れ替わりもあります。3年前は全国大会に出場しました。おととしは5位止まりでプレーの内容はそうです、昨シーズンもそうですけど強いところにやっぱ競ることはできると思うんでそれは今年も続けていけたらなと思います。で今年乗った内容は、やっぱ怪我をしないようにしていきたいなと思います。いいっすね、いいですね。怪我しがちやってんでね、怪我多かったから、はい、全員揃ったことがなかったんでね。確かに、はい。じゃあ僕が今年祈った内容は、まあ昨シーズンからなかなか点に絡めることがなかったので、まあ、自分でシュート練習とかするのももちろんですけどちょっと神様にも力借りたいなと思ってシュートがたくさん入りますようにとお祈りさせてもらいました。はい、まあ、シュート入るからなで、まあ、今年はですね、まあ、チームの雰囲気というかファミリー感というのを出すっていうのが、まあ、目標なんで各練習の後間に全員でハイタッチしたりだとかそういうチーム感を出していけるような工夫をちょっと取り入れてやっています。まあ、キャプテンとしてはもっともっとそうですね、まあ、プレーでもコート外でももうちょっとリーダーシップを発揮して周りに目を配りながらやっていけたらなと思います。今年僕が祈った内容は、まあ、怪我しないことも大切なんですけど、悔いのないように、コーチがやっぱこの1年に力を入れてるっていうことに対して僕らもそれに応えないといけないし周りの応援してくれる人たちにも感謝して、もう一度昨年よりも熱く、プレーできたらなと思います。今年の多分スターティングメンバーは多分昨年とはまた違ってサイズも大きくなってディフェンスとかも、すごいハードな、感じになってくると、まあ、走れる選手とかもいっぱいいると思うのでそこら辺見ていただけたら、すごい爽快な気持ちになると思います。爽快な気持ち昨年5位っていうのも、踏まえつつ、新たに気持ちを切り替えて試合に挑んでいきたいなと思います。続いてはこちらのお二人お祈りした内容ですか？ポイントいいですよね。そうだよ、はい、お祈りした内容はまあ、チームがもっともっと強くなることと、地域リーグ始まるんで、まあ、地域リーグ優勝と全国大会出場にっていうのをお祈りしました。はい、お祈りした内容は地域リーグを優勝してチームの力をパワーをみんなつないで、で一緒に頑張って1年間怪我ないようにも楽しく聞きましょう。頑張ります。頑張ります。スレイマン選手、他にもお祈りしたことがあるそうで、あとはもう一個多分面白いかもけど、トモヤをハゲないようにもお祈りして、ミキヤも身長伸びるようにもお祈りした。ありがとうございます。他の選手のお祈りもしたスレイマン選手でした。最後は期待のルーキーたちです。
僕が祈った内容はやっぱりチームにどうやってカットでそれでは気を取り直して、はい、僕が祈った内容は地域リーグ優勝することと自分自身がチームにディフェンスで貢献することです。はい、僕は、まあ、チームの勝利とあとは、まあ、みんなが怪我なくシーズン終われたらいいかなとそういうお願いをしました。僕は、チームの、優勝と、自分の怪我が早く治るようにお願いしました。はい、僕は、まあ、チームの優勝、チームの目標である優勝するということをお祈りしたのと、あとは、まあ、自分も西田さんと同じで、まあ、貢献できる部分、まあ、スピード、テンポの速いバスケを自分がドライブどんどん行ったりとかそういう風なのをしていくっていうことをお祈りしました。チームの優勝をお祈りした選手たち、選手たちのお祈りが届きますように。